おはようございます。オーラでーす。さあ、今日は元気ですね。FC24 のパック開封やっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、新しいね、トレイルブレイザーとかも入ってきてますし、注目の選手続々と増えてきています。さあ今回、新しく、ね、入ってきているこのトレイルブレイザーズ、こちらの一覧見ていきましょう。このような形になってます。まあまあまあ、やっぱ竹下はねここに入ってきてるっていうのはまず非常に嬉しいですし、もちろん狙ってきた一人ですね。まあバスケダービーのパフォーマンスの時の写真ですね、これの。はい。いや、上の選手もいいな。ケイン、ソン・フンミンとかもいいな。マルキーニョス。ロナウドもいますね。ロバートソン、レオン。ああ、ラファエル・レオンもいいわ。アウレツも強いんじゃない?はい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 。まあ、ちょっとそこら辺に注目して狙っていきたいと思います。まあ、当てたことはないけど。いやいや、当てたらね。うん。当てたら狙う。当てたいんです。よろしくお願いします。いらんねん。さあそれではまずですね、 SBC で、TOW の TOTW の選手ピック獲得しますので、そちらから開けていきたいと思います。はい。さあそれやっていきましょう。はい。それでは早速開封していきましょう。誰来るか。さあどうなるか。おお、クバレツリアはまあいいんじゃない。クバラいいな。はいまあ、レアオがいる分ちょっとってのあるけど。そうね、レアオトップだからね。いやでも待って、えぐいな。何が。いや、スキルムーブ逆足55。ほんとだ。セリアの選手があんまりいないんで、ちょっとスカットをどう生かしていくか非常に考えていきたいです。だんだん増えてきてない。てか普通にサブでも全然。まあそうね、サブも全然あるよ。プレイスタイルも結構ついてますね。いやこれ普通にいい。高い。めっちゃ高くない。はい、10万8千ぐらい。いやー、クバルツェリア、これはなかなか一挙していきました。はい。よし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 。じゃあ、クバルツェリア呼びます。なんて言って。クバルツェリア呼ばれます。なんて言ってんだ。ちょ、調子おかしいよね。いや、いい。クバルツェリアを選びます。はい。さあ、それではね、ディビジョンライバルズの報酬で獲得しているパックがありますので、まずはプレミアムゴールド選手パックから行っていきましょう。はい、お願いします。よし、行こう。さあ、ここら辺でいいの来てくれてもいいんだぜ。ドイツ !FC! さあ、あれかな、あの、代表に入った。え、フォークスか。え、いや、普通にフォークアウトよ。フォークアウト。いや、フォークアウトじゃん。ホープさんかな。あ、フィルクルクか。フィルクルクはまずそもそも、このクラブじゃねえわ。はい。はい。あ、ドルトムントでした。フォークアウトないっすよ。価格はてかまあ普通に SBC としてめちゃくちゃ使えるから。そうね、普通に高いよ。ありがとうございます。いい、ね、うん、あのコメント欄で教えていただいたんですけども、ここで四角ボタンを押すとトレード可能チョークアイテムを全て交換することができるようです。はい、教えていただいた方ありがとうございました。ありがとうございます。はい。さあ続いてもプレミアムゴールドパック開封していきましょう。選手パック、プレミアムゴールド選手パックの開封です。さあ、お国はイタリー、アルビー、ミランという、ミランの右サイドバックはミゲウ、カラブリアです。ミゲウって間違えました。はい、サラブリアです。カラブリア、カラブリアです。立ってもい、当ててもいますねさ あ, サラブリアチョークでした。カラブリア、カラブリアチョークでした。はい。さあそれではメガパック開封です。はい、こいよー。頼む、まあ、そんな熱いパック。まあそうね、ブラジルの CDM カゼミロはありません。セビージャのフェルナンド、ペペもいます。スピナーツオーラね。メガパックいっていきましょう。はい、マイパック最後です。さあ来てくれるか。おいおいおい、スパイ CB。 さあアトレティコの CB はトーマス、マリオエルモソ、うんうんうん、トレイラね。はい、こんな感じは気になってます。だいぶかぶってますね。はい、6アイテムかかぶり、このバッグで。うーんこんなにかぶ、だいぶかぶってました。まあ今はマイパックだったんでね、いよいよここからが本番です。はい、うん、まあ、しかもクワルツェリア引けてるしね。はい。さあ今回はプロモパックの中からデラックス開拓者パック、さらにはプレミアム開拓者パック、この2つを引いていきたいと思います。はい。
さあ、それではデラックス開拓者パック、パック確率の確認です、はい、開拓者選手がなんと 11% という状況になっています、はい、プロカーナー確率高いんで、引きに期待していきましょう。さあ、それではトレイルブレイザーズ獲得可能性がある選手一覧はこちらですね。いや高いな、金額高いね。いや損が120万、はい、高っ。そしてケイン、あ、ラワイ・レオンも同じぐらい、はい、で、さらに高い。え、あ、ロナウドが130万、はい、今回高いの多いね、うん、はいはいはい、なる。ちなみにタケは38万ぐらいと、はい、いう形になってます。この辺は本当誰が出てもいいぐらい、はい、まずは開拓者の出てくれることが祈ります。マーレズもいいな、はい。さあ、それではいよいよ開封していきたいと思います。はい、タム、はい、お願い。まずは赤く光ってくれよ。出るか、頼むよ。インテルのイタリアの CM キュラル映像、めくることもないか、はい、ちょっと厳しい気になってます。ありがとうございます。容赦なしついてるんだ。うん、うん、容赦なしのプレイスタイルプラスは前強いからね。これはいいじゃん、非常にありがたいです。お値段的には、はい、ニトリです。ええ以上。ああまあまあ、まあ少し伸び悩んでる感じはありますね。さ あ, あ、それでは開拓者レンタルです。はい、おめでとうございます。おめでとうございまして、何レンタルぐらいは、うん、おお、ルベンディアス、いいじゃん、はい、ルベンディアスにします。これはなぜ右側、ああごめんごめんごめん、右側見忘れた。毎回のようにそれしちゃいました。失礼しました。これは全部トレフカーか、もしかして。そういうことじゃ。うわー、マジかー、何それ。祈りは、いや、ちゃんと見てほしいな。それはごめんなさい、うん、それではプレミアム開拓者パックいっていきたいと思います。はい、開拓者選手 21% 入ってます。これはこれはさすがに出てほしいな。さあ、それでは見ていきましょう。はい、タイム、出るか。ドイツ CM レアル、おっとクロスか、はい、しかも裏なし、裏なしクロスか。やっぱ日頃の行いでしょ。違う違う違う、今みたいなの見てる。俺クロス持ってたんじゃない、確か。うん、持ってるようです。ちょっと持ってるわこれ。お前持ってるよ。お前持ってるとかじゃなくて、フォーデン引いてきてます。はい、選手ピックしていきましょう。さあ、レンタル誰が来る。ディロレンゾとヘンダーソン、まあまあクワルツエリアもさっき引いてきて、ちょっとディロレンゾにします。はい、さあ、そしてもう一つピックです。はい、ボードプラスにします。いいな。いや、思ってる。いや、普通にじゃあフリーキックめちゃくちゃうまいからね。はい、いや、てかついてるし、これ本当だ。鋭いパスがついてます。普通にいいよ。うん、そしてニャブリも引いてます。はい、ジョルジーニョね。ごめん、さっき使っといてよかった。あ、そうだ、確かに。モレーノ SBC で使いました。イグレシアス、あ、ヌニエスはレボリューション要員としては使えるかな。レボリューション、あ、エボリューションです。どっちが分かる。はい進化と革命です。え、なになになに、見なくていい。うん、分かってるでしょ。ドヤは分かった。さあ、あー、かぶりは、うわ、こんなかぶってんだ。うわ、グリーリッシュとかかぶっちゃったか。いやー、ちょっと厳しい人になってしまいました。開拓者向きではなかった。開拓者の心あるかもなんですがね。ありがとうございます。さあ、このポンピーが引きます。はい、何？え、何？自分まで引いたわけじゃないから。うん。うん、まあ俺はでも買い出した2人引いてるから。はい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 。自分で。何？っていちいちサムズアップしなくて。さあ、それではポンピーのパック開封を見ていきましょう。はい。まずはじゃあ TOTW からですか。はい。はい、お願いします。ピック。こちらです。はい、じゃあキックお願いします。ピックお願いします。クバラよりちょっといいの引きたいな。オッケー、こういうよ。クバラの全然いいけど、お願い。
なあ、いいんじゃない、アリスカにしようか。うん、僕ディジャとオルソンスもなかなかいいピックになったんじゃないでしょうか。まずはありがとうございます。うん、ちょ、私パック少ないです。はい、一応レアゴルド選手2名まず引きます。はい、お願いします。さあ、レアゴールド選手2名パック、スウェーデン、エルエム、サンディエゴ持ってるか。はい、ヤコブソンです。さよなら。さよならはいくらなんだ、失礼すぎだろ。持ってますから。うん、いや持ってますからとかいらねえよ。ほら、明日から関係ねえ。何もないパックだった、これは。いや、かいって、秋葉監督は。次こちらです。はい、お願いします。スマールスモールプライムゴールド選手パック、はい、 SC。 おっどー、イグレシアス。はいはい、ボールはイグレシアス。ちょうど使ったかな。あ、じゃあよかったんじゃない。ベティスです。はい、 SBC 使ってます。よかったでしょう、今のところいいですよ。この辺は全然関係ない。はい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 、問題はこっからです。はい、じゃあデラックス開拓者パックよろしくお願いします。はい、いきます。はい、私はもう2人引いたことある。まあ、過去はね、実績が。うん、今後は見てます。信じてください。はい、お願いします。頼む。まあそんな簡単に聞けないでしょう。ああ、さすがにね、スイス、ゴールゾーン、ヨルトムント、あー、ローベルか。ああ、はいはいはい。あ、裏、お、裏あるか。おお、かぶりです。かぶりなどシューバーしてしまいました。3人目だって。オッケー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 。このかぶりは痛いよ。ベイルはどうなの。あー、よかった、使って。あ、ラウタロ。おー、いいじゃん。壊れるだって。はい、あの人よりいいね。うん、あの人ってお前隣にか名前呼べ。あの人ここがマジで。うん、そう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 。いや、バレーラも嬉しいな。いいんじゃない、バレーラ、ラウタロ。うん、いいですね。はい、じゃあこちら行きます。はい、お、カンセロじゃん。はいはい、うん、カンセロはちょっと高かった気がするな。はい、行きます、カンセロで。いや、18かぶり。何をしてる。はい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 。まあ、ちょっともったいないけどね。そのか、もったいない。さよならという形になります。さよならの代わりに。いらねえ、歌は。さあ、確率も上がってくる、こちらが本番になります。はい、じゃあお願いします。いきます。はい、まず頼む。お願いします。何、さあ、どうなるか。あーっと、開拓者ならず、クロアチア、モドリッチか、モドリッチ、ね、攻めてダブル。お、お、ダブルか。さあ、裏は問題にはなってくるが、なんか長い。ねえ。いや、ここまでかぶるか。ベルナード・シーバー愛し、ベルナード・シーバー愛された男。なので、合計4枚目の1位になります。本当に苦労っすね。モドリッチ持ってんだ俺。ていうか、すげえレアル引いたな。確かに。はい、さあ、開拓者レンタルです。ニコリ、ケロリン、いきます。はい、ニコリ持ってんのか。アコスタとベラです。やめてよ、そのガチ落ち込みは。、うん、いやー、このかぶりは痛い、あまりに。モドリッチと、モドリッチ、トレカ持ってたの。モドリッチ、あ、じゃあこれはいいや、まあ。チとアラーはトレカでした。まあでも、ある意味、神引きしたのかもしれない。まあ、ある意味ね。はい。ここまでベルナルシーバー引いてくるってのは神引きでしょう。はい。さあ、ということで今回は開拓者パック引いてきました。僕らの引くこと出来上がったんですけれども、すごい選手たくさんいますので、ぜひ、皆さんも引いてみてください。ちょっと次回はね、アイコンパック引くんで。はい。そちらの開封もお楽しみしてください。はい、またお会いしましょう。さよなら。さよなら。この動画いいと思ったら高評価お願いします。